安木市、安木市は、島根県、旧出雲国東部の市、出雲国風土器より、須佐能の御事より安木と命名されたと伝えられている。旧野義軍、出雲国風土器、御う安木市は、島根県の東端に位置し、鳥取県と県境である。かつては、神聖な地であったらしく、この地区の土地名を冠している、神社名が、 全国に参見される例がよそよりも花肌多い、特徴を持つ。戸上、重心、鴨、下鴨、安木、安木、安居、白田、博多、広瀬、合山、乃木、乃木、岩船、岩船、伊、滝、小滝イコール、あたごあたご、伊勢、縦の縫い。風土器に残る里の名称が、小、車山、飯生、稲荷、ひば、久米、諏訪、吉田たすく、 八幡、母座と、桑名、舎日などである。やよい、古墳時代の間にかけて、出雲に強力な王権が発生するが、古代出雲三照、その中心地、東部出雲王朝だったという説がある。全国最大級の宝墳である、つ山古墳群や出雲文化圏特有の四隅都市質型墳休墓、国内最大級の集中地帯などを含む多くの古墳が発掘されており、 弥生から古墳時代にかけて約500年の間連綿と栄えた地域である。当時の出雲は畜死、山和、毛野と並ぶかそれ以上の古代日本の有力な地方政権で、弥生後期においては北陸まで及ぶ、日本海沿岸には四隅と七型墳墓形式で比較された連合生態のようなものがあった。弥生と共に抜きんでた勢力を誇り、王王の指導の下で一時は、 独立王朝を成したという説がある。山陰では、鉄器も北九州に純ずる量が発掘されており、安木でも弥生期の製鉄以降が竹が、先、流遺跡で見つかっているため、これらの鉄が、当時鉄不足であった大和地方へ供給され大和朝、建国の原動力となったという説がある。実際前近代的なのだったらは、弥生時代以降、連綿と続いていたようで、 製鉄遺跡として認知されている。そのためか、危機への登場も早期からであり、古事記、日本書紀においては、根の片隅にあるいは根の国、山と島根、島根県の語源とされており、いざ波の御事の神領と言われているところも存在することから、修理個性の源の里という見方をする者も,もいる。公仙国三省と呼ばれ、 津佐野の御子が統治していた地方に該当するのではないかとも言われており、市内には出雲神道の流れを汲む古社も多い。地名が文献上登場したのは天平六年、西暦733年の出雲国風土記に出雲国を軍やスキタル号と出ている。おそらく神代からの名称であり、都市名では最古の部類の属す。 この当時より、安木の山中や千通山周辺を源とする、おろちか千群の周辺では、たたらぶき、たたらイコールたたら、たたら、たたら、ふごとを、たたら製鉄と呼ばれる古代製鉄法が盛んであったが、タメっさのの御事の山田のおろち伝説が生まれたと、されている。この山田のおろちは退治され、埋められた後、八本杉を植えた伝承が隣接する奥、出雲城、雲南市。 鳥取県日野郡をはじめとする、オロチカ仙郡の周辺地方などに残っているが、この八本杉、杉が、安木の語源とする説もある。そのため市内だけでも数十以上、白田町、広瀬町も存在する、たたら製鉄の遺跡や、周辺地方には、日本刀の最古の刀匠であり、宮本武蔵の愛刀、同時切れの作者である、宝器国大原の安綱の工房はといい渋み、 鳥取県最白軍などがあり、また近接する宝紀国大原は安綱が活躍した地であることから、古くから夜勤技術が発達していた、雲白地方一帯、救命王軍、野木軍の中心都市であったことが伺える。このような背景から絵が、もののけ姫の舞台のモデルともなった。古代より中海、西機械に面した天然の良好、安木の港は古くは、 朝鮮半島との交易も盛んであり、万葉集では、おほの裏、時代が下ると、金が、裏、錦が裏という名などで登場している。そのため市内に、数多くある古墳からは、当時の出雲地方としては、珍しい天村雲県を彷彿させるような鉄製の、刀剣、鉄器類が出土している。そのため、神荒月には、出雲を目指す神様が、安木港にまず集結し、 鉄の買い付けを行うというような伝説も残っており、古代出雲の海の玄関口として繁栄したこと、伺える。戦国時代に至っては、天越の物資輸送を、海戦拠点ともなり、中国地方の戦国領有である天越対毛利氏の、激烈な戦いが繰り広げられた。この中で有名なヒウの武将山中高生らが、活躍しその模範的とも言える、武士道精神は、池波翔太郎著。 黒幕などの数々の小説、物語の題材となっている。江戸期に入ると、天子、毛利漁師が営んだ合算と打浄から、松江城に、出雲支配の中心が移り繁栄に一時限りがあった。しかし、江戸中期より、日本の商品経済が発展し北前船による交易が盛んになり、鉄資源を求めて、奥出雲側に移動していった、製鉄地帯ではそれまでののだったら、 方から量産型の永体たたらへ移する。と、安木港が重要港となり、山陰地区の和鉄、和光を一手に取り扱う一大商都と成長した。当時の国内の鉄生産量の実に90%以上にも、上る、元鉄、素行品の製造、流通を取り扱い、手芸を極めた。明治時代後期に入ると、たたら製鉄法は衰退の危機に直面する。 たたらしたちが、日本初の民間鉄鋼会社、うん鉄鋼合資会社を1899年、明治32年に設立した、製鉄業と一線を画し、近代鉄鋼産業の発祥と定義する説もある。その後、その会社は、安木鉄鋼合資会社、1909年設立、株式会社安木成功書、1916年設立、を経て、日産コンチェルン総水、 相川義介による近代術の導入、その後の伝統性工法の近代的活気、高級特殊鋼へ特化し、現在もコートとしての存在を揺るぎないものにしている。この地で生産された鋼は安き鋼というブランド名で、日立金属株式会社が製造を続けており、日本有数の鉄鋼開発拠点の一つとなっている。文芸面では、大正時代に、 それまでの華やかな安木文化の蓄積である安木武士を全国に広めた渡辺老と、その後は陶芸家、河合勘次郎や彫刻家、前原雲海など日本文化の伝統を主軸にした大芸術家を多く輩出した。特に河合勘次郎らが行った民芸品への美術的価値を見出すリュウムネヨシが中心になった洋の美の美学は対象。 昭和期にわたり日本人の工芸、料理、産業人の精神的なバックボーンを形成した。指定金融機関は、島根県農業共同組合を指定している。連続テレビ小説、ゲゲゲの女房の影響で、村布江の国境に多くの観光客が訪れている。市外局番は0854となっている。ただし、天気予報は0852から177である。 市外局番0854の地域が島根県東部と西部に複数存在するため、郵便番号は以下の通りとなっている2006年10月16日の再編に伴い変更された。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。